皆さん、こんにちは。四代徳田八十吉です。ご無沙汰しています。実は、ちょっと身内の不幸と、ロータリーの、小松ロータリーの会長のお役目で、しばらくお休みいたしておりました。すいません。ごめんなさい。でも今日は、小松市、とっても暑いです。熱中症警戒アラート。出ています。チリチリしています。セミの声聞こえますか？ということで、昔撮った記念塚ニュースキャスターのなんか血が気持ちが騒いだのか、皆さんにご注意をと思ったのか、 YouTube 出させていただきます。裏の川です。もう最近は暑くて、この中入っちゃおうかなと思うくらいです。綺麗ですよ。ちょっと今上の方からですけど、それから田んぼの稲ちゃんもすごく実ってきました。新米も取れますかね。この間から写真撮りたかったんです。綺麗。明日から8月です。めちゃくちゃ暑いです。水分こまめにお取りください。コーヒーとかビールとかじゃなくて、お水とか炭酸ウォータースパークリングウォーターや水が、熱中症対策のお水がいいそうです。なるべく屋外での運動は避けるようにということです。もうすでに午前11時で石川県でも3名熱中症で搬送されたそうです。お気をつけください。今日だけじゃありません。明日も明後日も夏の間、十分お気をつけて、気をつけすぎるということはないので、お互いに頑張りましょう。ではまた。